西南日本丸その第31回 8-2 おそらく首里は私たちがここへ来ていることを知ったに違いない。彼は留守を狙って船を襲うと思う。それだ。トウクロウもすぐに立った。我々のいることも知ったとすれば、奴は戦闘での失敗を取り返そうとするだろう。高山殿、我々はこれで御免を被ります。いや、それは危険だ。カモンは首を振った。捕虜の逃亡したのは一時以上も前だと言います。彼らは仕返しのため、今頃はもう途中に網を張っているでしょう。この夜中に帰るのは、わざわざ罠に入るのも同様です。多少の危険はやむを得ません。首里は戦闘で我々の船日本丸を盗もうとしました。彼は今夜その失敗を償おうとするでしょう。船は変わりがあります。しかし日本からお伴い申した公使に万一のことがあったら。私の心配なら無用です。姫は言として言った。首里がもし船へ帰るとしたら、失うのは日本丸だけではない。百何十人の同志の命も共に失わなければならんのです。トウクロウ、支度をなさい。かしこまりました。朽木が去ろうとした時、カモンの児童が走るように入ってきて、親方様に申し上げます。ただいまポルトガルの駐屯軍から使いの者が参って、至急お目通りを願いたいと申しております。ポルトガルの？カモンはちらとブノア領事の顔を見返ったが、よし、ここへ通せと言った。クシキユージ、お待ちください。ポルトガル軍は幕兵と同盟の約を結んでいます。何と言ってきたのか試してからお立ちください。わしは外していた方がよかろう。ブノワ領事が立とうとしたとき、いや、領事にもいていただきましょう。太いしゃがれ声で言いながら、制服のポルトガル兵士官が2名の兵と共に大股に入ってきた。まだ若そうだが、わし鼻で目の鋭い岩のような骨組みをした男だ。彼はまっすぐにカモンの前へ進んで、わめくような声で言った。あなたが高山カモン殿ですな。さよう。私は当時駐屯のポルトガル軍総司令副官のリセオ・ビンゼロというものです。総司令官からの通告を読みます。ビンゼロはそう言って、大判用紙紙の文書を取り出し、両手で押しいただきながら読み上げた。高山カモン殿の即下、余は駐屯軍総司令官の官名をもって通告す。当地日本人町に居住する者は、2時間以内に全部武器を携帯せず神妙に駐屯軍の A 社に来るべし。命に従わざる場合は、軍の武力をもってこれを行うべく、この場合にも猶予は2時間を限度とす。それだけですか。これが通告の全文です。理由が書いてありませんな。カモンはさすがに色を変えながら言った。文面によると、我々はポルトガル軍のために捕獲されるらしいが、その理由は何です。この日本人町は長年の間西欧各国から保護されてきたもので、別にポルトガル軍の支配下にあるわけではないはずだが。理由は即下がご承知と思う。ビンゼロは公然と言った。我々駐屯軍が日本人町の存在を保護してきたのは、この町の住民がどんな場合にも政治的な問題に手を出さぬという条件付きであった。しかるに即下はその約束を破った。私どもが政治問題に手を出したとは。前々支部の木曜日に江戸幕府から派遣されてきた兵の司令官を、即下はこの屋敷へ理由なく監禁されたではないか。我がポルトガルは江戸幕府と修好を結んでいる関係から、その責任者として日本人町募集を宣告するのだ。
ビンゼロの言葉は正しかった。日本人町の人々は宗教的受難者として各国駐屯軍の共同保護のもとに生活してきたが、政治には関与しないという固い制約があった。青函寺信吾を捕らえたことは、今になってみると政治問題に手を出したといううまい口実を敵に与えた結果になってしまった。それから武のは領事閣下。ビンゼロは振り返って、閣下には即刻この屋敷からお立ちの気を願います。もしお立ちの気にならぬ場合、不幸な結果が起こりましても、それは閣下の責任でございますぞ。それだけ言うとビンゼロは一憂して堂々と出て行ってしまった。ドクロ、もう手遅れです。呆然としている人々の中からネネ姫が激しい声で叫んだ。我々はここに留まりましょう。ポルトガル軍が幕兵と共同で手配りをしてしまった以上、出て行っても命にです。ここに踏みとどまって町の人々と共に戦いましょう。そのお言葉を待っていました。朽木藤九郎はにっこり笑っていった。徳川幕府を敵とすることは我々もここの人と同様です。あいつらにどれほどの戦力があるか試してみましょう。みんな意義はないか。無論のことです。思う存分戦ってみましょう。よし、高山殿、開戦の準備だ。わーっと一度もが歓声を上げた。8-3、町の氏が戻ってきました。よし、すぐにこれ。新吉は武祖母の足ごしらえを踏み溜めしながらうなずいた。すぐに町の首里が入ってきた。お喜びください、大成功です。首里よく言ったが、日本丸は今燃えています。乗組の人数は半数以上は仕留めたつもりですが、多少は海中へ逃れた模様です。いや、実に胸のすくような光景でしたよ。我々の早船が原則へ近寄り、両方から火を放ったのが、燃え上がるまで奴らは何も知らず、失火かと思って慌てふためくところを狙い撃ちにバタバタと板をしました。まるでハエを叩き落とすようなありさまで。大三郎。果てしもなく喋る首里の言葉を遮って、新吉は大きく次の場へ呼びかけた。するとその声に応ずるごとく、泉大三郎がポルトガル軍の司令副官、リセオ・ビンゼロを伴って入ってきた。青函寺さん、お支度は。いやあ、お帰りですか。拙者の方はもうすっかり用意ができています。して日本人町の様子はどうでしたか。通告を申し渡しましたが、どうせおとなしく降伏して気はしますまい。町の障壁の周囲にはすっかり兵を配置しました。イスパニア領事はどうです。20分ほど前に立ち去りました。なんといってもこのマカオはポルトガル領ですからな。わずかな兵数しか持たないイスパニアが矢面に立てるはずはありませんよ。ちっとでも手出しをしたら、こっちはそれを機会にイスパニアの勢力を根こそぎ刈り取ってやるんですが。出かけましょうか。新吉は体験を腰につっていった。高山邸を脱出してきてから3時間ほどしか経っていないが、彼はその間に2つのことを断行した。すなわち日本丸の焼き討ちと日本人町の討伐である。西南日本丸、その第31回、 8-3、 途中まで。2021年8月23日。この続きはまた次回。